皆様、ようこそお越しくださいました。これからご覧いただくのはラテン語のオペラ「エディプス王」。ソポクレスの悲劇が元になっておりますが、そのさまざまな場面のうち要となるいくつかを描き出したものでございます。事の進みゆきにつれて、私が皆様を物語の世界へお連れいたします。エディプスはそれと知らぬまま自然を超えた大いなる力に歯向かう死の彼方から我々を見守る眠りを知らぬ神々に、この世に生まれ落ちたその時に罠は仕掛けられ、まず皆様が目の当たりになさるのはエディプスがその罠にはまる様。さあ、ドラマの幕は切って落とされます。テーバイの町は危機に瀕している。スフィンクスは倒れたが、その後疫病が蔓延し、コロスはエディプスに町を救うよう嘆願する。彼は町の救済を約束します。出る声から帰還する。かの地で授かった神託を携え、神託は先王ライオスを殺害した者を罰せよと告げる。下手人は定売に潜んでいる。いかなる犠牲を払っても見つけ出さねば災いは去らん。エリクスは豪語する。悪の力を手なずけてみせよ。かつてスフィンクスの謎を解いた身だ。必ず殺害者を見つけ出し、定売の力追放する。You're フェニックスはテレシアスを問い詰める。預言者テレシアス、真実の泉、その盲目の眼光は鋭い。だがテレシアスは答えない。なぜならエディプスが無慈悲な神々にもてあそばれているのを知っているからだ。沈黙はエディプスを激怒させる。エディプスはクレオンが王位を狙い、テレシアスもそれに加担していると非難する。この不当な言葉に業を煮やし、テレシアスは語り出す。神託を告げよう。王の下手人は王。クレオンの争いがヨカスタを呼び寄せます。皆様がお聞きになるのは王妃の言葉。町中が打ちひしがれているこの時に声を荒げるとは何事か、恥を知れと知ったし、二人の気持ちを鎮めます。王妃は信託を信じない。信託が偽りであることを明らかにしようとする。王妃は千王ライオスが息子の手で殺されるという昔の信託を思い出す。だがライオスは盗賊に殺された。ダウリスからデルポイへ向かうミスジの道が出会うところだ。ミスジの道が出会うところ、この言葉が鍵。エディプスは愕然とする。記憶をたどればコリントスからの道すがら、まだスフィンクスを倒す前、ミスジの道が出会うところで一人の老人を殺害した。もしもあの老人がテーバイのライオス王だとしたら、そうだとしたら、そもそもエディプスがコリントスの地を去ったのは二重の罪を予言した信託を恐れたから。実の父を殺し母と交わるというあの予言、エディプスは不安になる。知れぬ者を夫に持ったことを恥じてとエディプスは思う。ああ、堂々たる名敏なる王エディプス、今や罠にかかった。何一つ知らぬのはエディプスただ一人と、突然真実の閃光が彼を貫く。エディプスは落ちる、真っ逆さまに落ちる。死者と殺すの言葉でございます。よかすたの最後が語られます。王妃は部屋にこもり髪をかきむしる。扉には缶抜きをしっかり下ろし、身も世もなく投げ、エリクスは扉を叩く。苦悶の叫びを上げ叩く。叩き続ける。扉を蹴破り中に入る。目の前には首をくくった女の姿。エディプスは王妃の髪から金のかんざしを抜き取り、両顔を突き刺す。その姿を万人の前にさらさねばならない。近親相姦の怪物、親殺し、狂人。優しく市民は彼を国外へ追いやる。さらばエディプス王、さらばエディプス、私たちはあなたを愛していた。